オープンビルドサービスは、スセリナックスエンタープライズサーバー、オペンセ、レッドハットエンタープライズリナックス、マンドレバ、ウブンツ、フェドラ、デビアンおよびアーチリナックスを含む複数のリナックスディストリビューションのパッケージを開発者がコンパイルすることを奨励するために設計されたオープンで完全なディストリビューション開発プラットフォームである。通常、パッケージングプロセスが 簡素化されるため、開発者は多くのディストリビューション及び多くのオペンスセリリースで単一のプログラムをより簡単にパッケージ化でき、使用するディストリビューションに関係なく、より多くのパッケージをユーザーが利用できる。また、製品とアプライアンスの構築は OBS によってサポートされている。ビルド、サービスソフトウェアは GPL の下で公開されている。 幅広い Linux コミュニティに対するその有用性を認められ Linux ファンデーションはプロジェクトが Linux デベロッパーネットワークに追加されることを発表した。また様々な企業名護プロジェクト知前が配布の開発に使用している。またコラボレーション環境も提供されているので開発者グループが他のプロジェクト向きに変更点を作成して送信できるようにしている。 オープンビルドサービスをプライベートインストールとして実行するか、スセがホストするビルド .opensuse.org にあるオペンスセビルドサービスなどのパブリックインスタンスを利用することができる。後者は最大400のビルドスロットを提供しているが、外部サービスはどのパッケージのホストを許可するかに関して制限を課す可能性があるため、占有、または 法的に問題のあるソフトウェアをホストする場合は、通常プライベートインストールが選択される。各パッケージャーにはデフォルトでホームプロジェクトがあり、RPM またはデビアンパッケージのビルド方法に関するソースと定義をアップロードすることができる。開発者にアクセス許可が付与されている場合、ホームスペース以外のコミットが可能である。アップロードのたびに、 ビルドサービスは変更されたパッケージの再ビルドをスケジュールする。完了すると結果のバイナリパッケージがダウンロードサーバーに即座に反映され一般に公開される。ビルドサービスはいくつかのユーザーインターフェースで実装したパブリック API を提供している。さらにビルドサービスを Eclipse に統合するためのプラグインは Google Summer of Code プロジェクト及び Qt クレアトールのプラグインとして開発されている。リモートホストからソースとパッケージを再利用してインスタンスをリンクすることができるので既存のプロジェクトの依存関係を手動でブートストラップ、インポートする必要はない。ありがとうございます。